強するのはこの1括弧2括弧という記号について授業をしていこうと思います。で、ポイントはザザーンザッ。1回目は1括弧をして、2回目はここがポイント、1括弧はせずに2括弧へ進め。前の動画でこの反復記号の、ものはやりました。まだそれを見ていないっていう人はリンクを貼っとくんで見てください。ということで、今回は1括弧2括弧バージョン、これの授業をしてみようかと思います。ザン、音楽を授業するぞ、イエーイ。ということで、はい、まずこれ上を見てください。これよ、はい、まずスタートこうでいきまーす。で、リピート記号覚えてる？これがあると戻るんだったね。戻る、ここがポイントね。2回目はこれだ、1括弧をせずに2括弧へ進め。どんな順番になるかっていうと、 ABC、 AB 飛ばしての DEF。 わかった？これがポイント。もう一遍、これが今回の授業のポイント。ザザーン、ほんとこれよ。1括弧ね、2回目は1括弧線ってしちゃダメよ。1括弧線で2括弧に行けっていう感じ。じゃあちょっと下に、じゃあこれを、はい、シンキングタイム。さあ、では答え合わせをやってみます。2回目は1括弧をせずに2括弧へ進め。はい、もう一度、こういって戻って、はい、2回目は1括弧を飛ばします。しちゃダメよ。で、2括弧に行くけ、こう行くっていうことは、順番 A、 B、 C、 D で繰り返し、 A からの、そう、飛ばして E、 F、 こうなります。ぜひね、コメント欄で、じゃあこういうのね、問題であったんだけどとか、定期テストでこんなんあったんだけどっていうのは、どしどし質問受け付けてます。じゃあ今日の授業はここまでにしましょう。また次回、君らが期待するような授業を頑張るけんね。はい、ということで、じゃあねー。